おはようございます。俺の本題、いやかっこええわ。浜屋開始忘れてたんで開始に行きます。よっしゃ、本題。これ駐車場出すときね、いちいちうるさいの、接近注意。磨いてくれと。これやっぱタッチパネル指紋が気になるよな。で今ね、充電が 47% で、今冬で寒いです。航続可能距離が、今79キロなんですが、エアコンをね切るとほら97キロに増えます。これだけでこんだけ差があるってすごいよな。音声ガイドね、私めっちゃ慣れてきました。 OK ホンダ、近くの充電スポット探して。現在地周辺に充電ステーションが複数見つかりました。おお。リスト番号をお選びください。お兄さん行ってみようかな。2番。わかりませんでした。中華街にぎわってます。今日はヤムチャランチ。タンメン美味しそう。おお、あったかい。これから行こうか。小籠包。これ熱いやつやな。これドライフルーツ餅。この怪しいドライフルーツ餅食べます。これ餅揚げてる。あ、餅や。ちょっとほんのり甘い。美味しい。あ、くるみが入ってる。すげえシンプルなハンギング。ヒヤッとして冷たい。ヒヤッとして冷たいは一緒や。杏仁って何でできてんの？ちゃんとは知らん。杏子の種の味なのか。本題、路上駐車場してました。ここね、60分、300円でいいですよね、空いてるとこ。まだちょっと余裕があるけど、もう行きます。なんか撮影してる。1年間ありがとうございました。はい、本題つきました。やっぱいいね。お待たせ。わあ、すごい。三宮阪急できてる。建て替える前とほぼ一緒のデザイン。かっこええ阪急電車。はい、今、こちら日産に来ております。日産の、日産でね充電できるんです。ホンダもね、これ 90kWh の高出力です。ほら、やっぱ高出力がねすごい、太いですよね。でこれ横に止まってんのがね、Eパワー。新しいノートですね。かっこいいな。ピンク色やけど、この日産 Eパワーの、このノートは、これも一応 EV にはなるんですけども、エンジン、内燃式のエンジンが入ってます。それで、エンジンを回して充電して電気で走るというね。まあこういうのもいいですよね。これ安いし、よく走りそう。本題、日産。ちょっと日産入ってきます。はい、急速充電、68% まで溜まりました。やっぱ早いよね。さっき 28%、27% やったかな。あ、30分で 40% ぐらい溜まります、この冬の寒い時に。お、重たい。あ、日産の方ご丁寧にご対応ありがとうございます。コーヒーもいただきました。アリアのお話も聞きました。では帰ります。はい、今日はねこのケルヒア、これ高圧洗浄機で有名なケルヒアですよ。黄砂がひどくてね。あ、結構雨が降ってきたけど
どうなん？やっぱ窓が気になるから。これはね、本当に皆さんね、体験したら驚くと思いますよ。雨の日最高。コーヒー買ってきました。ちょっと今から充電しに行こうかな。あー美味しい。いや今日はね、EV カーについて思うことを語ります。今日は、1月の10日です。10日恵比寿やな。恵比寿さん行けばよかったけど、もうね本題、年末、ちょうど1ヶ月ぐらいになるかな。ちょうど1ヶ月ぐらいです。で、EV カーについて思うことを今日はね、喋っていこうと思うんですけども、あ、美味しいコーヒー。まあね、私はこの YouTuber なので、